ハッシュタグ鹿児島。この時間は鹿児島県からのお知らせをお送りします。こんにちは、みなみです。まずはこちらの情報をどうぞ。現在発売中のサマージャンボ宝くじは1等前後賞を合わせた賞金額が7億円と豪華賞金が魅力の宝くじです。1等前後賞を合わせた賞金額が5000万円のサマージャンボミニもあります。県内で発売された宝くじの収益金は道路や橋、学校、公園の整備といった県内の公共事業や文化事業など様々な用途に使用されます。発売期間は来月8日木曜日までとなっていますので、お近くの売り場や宝くじ公式サイトでぜひお買い求めください。詳しくは宝くじ公式サイトをご確認ください。今月22日から28日は肝臓週間です。県の各保健所では平日の昼間に肝炎ウイルスの無料検査を行っていますが、この期間中には平日夜間にも無料検査を実施します。検査日時は保健所により異なるほか、検査を受けるには事前予約が必要です。肝臓は沈黙の臓器と言われ、症状が出にくいことから肝炎ウイルス感染の早期発見・治療のために積極的に検査を受けるようにしましょう。詳しくは県庁感染症対策課へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。続いてはこちら。7月は愛の血液助け合い運動月間です。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保できるよう献血へのご協力をお願いします。 400ml 献血は男性が年3回、女性が年2回まで採血できます。献血は県庁前にある献血プラザ鴨池クロスや献血ルーム天文館のほか、県内の各事業所やショッピングセンターを巡回している献血バスで受け付けています。詳しくは県赤十字血液センターへお問い合わせいただくか、センターのホームページをご確認ください。そしてこちらの情報も。クラシック音楽を初めて聴く子どもも楽しめるコンサート、ファーストクラシック4キッズを今月31日水曜日午後1時から宝山ホールで開催します。世界的バイオリニストセルゲイ・クリーロフ率いる弦楽アンサンブルが、ヴィヴァルディが音楽を通して描いた四季の美しい世界をトークも交えて分かりやすくお届けします。入場料金は一般3,000円、高校生以下2,000円で全席自由です。数量限定先着順で舞台上の席も申し込みを受け付けています。詳しくは宝山ホールへお問い合わせいただくか、宝山ホールのホームページをご確認ください。お伝えした情報は MBC のホームページでもご覧になれます。以上、鹿児島県からのお知らせでした。ハッシュタグ鹿児島、来週もこの時間に。